今日の動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、腰痛の方のね、やってはいけないヨガのポーズということで、前の動画に、ね、ちょっとご紹介したんですけど、例えば骨盤が前に行ってる方はこういう、反るポーズをやるとちょっと痛くなっちゃうよとか、こうスクワットをやる と、もしかして腰痛が悪化しちゃうよということで、こうお伝えしたいと思います。お伝えしたんですけれど、ではどういうことをね、いろんな腰痛のね、いろんなものがあると思うんですけど、原因があると思うんですけど、その中にね、これだったら腰痛にね、全部の、腰痛にまあいいんじゃないかなっていうポーズをねお伝えしたいと思います。でまずね、こう立ってみてください。で立った時にね、足をちょっと肩幅ぐらいに開いてもらって、右足をですね、ちょっとこう横にねしています。真横です。で膝がですね、この足先と同じ方向を向いてみてください、ね、同じ方向で、どうしてもこうやって内側に行っちゃう方いらっしゃるんですけど、なるべく内側に行かないようにしてください、はい、で右足にね、手をこうやって沿わせて横に倒していきますよ。なるべくこういうふうに前に行ったりしないようにしてください。なるべく横に倒してて、手は上で、このまま少しこう保ってみるっていう、こういうポーズでこうちょっとしてみてください。目線はこの手先見られるの、ちょっと手先を見て、でゆっくりこう元に戻すっていう感じ。今度逆もやってみましょうか。左の足を必ず真横で、膝が内側に入るのを気をつけてください。で左手が横に沿わせてもらって、右手を腕に入れる、目線はこの手先を見る、でこのまま保ってみて、なるべく前に行ったりしないようにしてみてください。この膝が内側に入ったり、上半身が前に行ったりして、でこのままゆっくり元に戻す。でこういうのをね、あ、こういうのだったらいろんな腰痛の方にもねいいと思います。でぜひですね、このポーズで、何回か、ね、やってみていただければとね思います。